ヘンリー・ポトニエヘンリー・ポトニエはドイツの植物学者、古植物学者である。石炭層の化石植物の研究から石炭の生成の理論を提出したことなどで知られる。ベルリンで生まれた。父親はパリ生まれの作家で母親はプロイセンの宮廷画家の娘である。ベルリン大学で植物学を学び、博士号を得た。1880年から ベルリンの植物園、植物研究所の助手となり、1886年からプロイセン地質調査所で働き、1891年からベルリン鉱山アカデミーで古植物学の講師も務めた。ベルリン大学でも古植物学や石炭の生成について講義した。石炭の形成過程に関する理論は、植物古生物学の教科書や、石炭の起源で示された。 1902年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。息子のロベルト・ポトニエも古植物学者である。パトニは植物の学名で命名者を示す場合にヘンリー・ポトニエを示すのに使われる。ありがとうございます。